こちら浦安情報局、こちらの時間です。だいぶ秋らしくなってきましたが、お父さんは秋といえば何を思い浮かべますか？そうですね、食卓はシェフの味を担当している私としてはやっぱり食欲の秋ですね。サンマや梨、ブドウなど美味しいものが続々と旬を迎えてますもんね。ただし食べ過ぎにはお互い気をつけましょうね。はい。それでは市内で活動する団体を紹介します。 VTR どうぞ。フォアムーラン犬サークルです。10名ぐらいです。2011年からですので5年6年ですね。はい、6です。浦安市在住の方と、それから都内の方もいらしています。8ですね。ディズニーのアニメでもムーランということで紹介されてますが、ムーランさんっていう非常に素晴らしい女性をモデルにした太極拳の一種である舞踊なんですね。非常に舞踊の要素が強いです。太極拳の一種なんですが、非常にドラマチックなんですね。で体に無理のないようにしますので、大丈夫です。70代でも十分やれます。中国でもかなり年配の方もやっております。久村花子先生になります。私どもは明海大学の明海祭の方に参加しておりまして、その中で先生がムーラン拳を踊られたときに、私たちはこれをやってみたいと思いました。それで先生にお願いをしてムーラン拳を始めることになりました。今年も明海祭の方には参加させていただきます。第2、第3、第4の土曜日15時から17時になります。主に日の出公民館となりますが、美浜公民館や高須公民館で行うこともあります。ファームーラン拳サークルメンバー募集中です。お待ちしてます。ファームーラン拳初めて見ましたが、優雅な動きが素敵でしたね。そうですね、それに皆さんとっても健康そうに見えました。健康といえば、後藤さんは自分の健康状態を知る方法知ってますか？検診とかですか？そうですね、浦安市ではこんな封筒を配布しているんです。私のところには来てないんですけども、それ何が入ってるんですか？こちらのピンクの封筒は、浦安市の国民健康保険に加入している40歳以上74歳以下の方に配布した特定健康診査のご案内、そして75歳以上の方にはこちらの封筒で後期高齢者健康診査のご案内をお届けしています。それでどんな検査をするんですか？特定健康診査は血圧・身体測定、尿検査、血液検査など、また必要に応じて貧血・心電図・眼底検査を行います。いろいろありますね。これを受けるとどんなことがわかるんですか？その答えは浦安駅前クリニックの佐藤院長に聞いてきましたのでご覧ください。今はですね、メタボリックシンドロームといって、そうした病気のなる前ですね、いかにその病気にならないようにするかというのがメタボリック検診の一つの意味になります。つまりですね、高血圧、糖尿病であるとか、あと今問題になっているのが脂質異常ですね。そうしたものをですね、いかにして防いでいくか、いかに早く見つけていくか、病気という名前がつく前のですね、シンドロームという段階から見つけることによって、例えばそのことは生活習慣を気をつける、あと、お食事もそうですよね。軽度の異常も数が集まってくると、将来的にこう病気に進行してしまう可能性が非常に高いんではないかと言われておりましてですね、それをいかにして進行しないようにするかというのが、このメタボリック検診の目的となっております。メタボリックシンドロームって単に太ってるってことだけじゃないんですね。生活習慣病は検診を受けることで早期の発見や発症を防ぐことにもつながるんですよ。でもこれって毎年受けなくてはいけないんですよね。なんだかちょっと面倒くさそう。
でもこの封筒が届いた方は検診を受けるようにしてくださいね。加齢現象としてですね、去年よりは今年よりは来年という形で病気に確実にどなたでもなりやすくなります。痛くも痒くもない状態からいかに最初のきっかけ、とっかかりを見つけるかというのはですね、これは非常に重要なことであると思います。そこで そんなことで、ね、毎年の検診というのがその重要性になると思いますから。そっか、病気の症状が出てからでは遅いってことですね。そうですよ。病気にかかるだけでなく入院や通院することも辛いでしょう。だからきちんと検診を受けるようにしましょうね。でも病院に通院中の方は普段からお医者さんに診てもらってるから大丈夫ですよね。例えばその病気と全然関係ないような部分につきましてはですね、どうしても手薄になってしまうところがある。検診というのはですね、広く体の全体をですね、バランスよくどこに最初の異常が隠れているかということをですね、見つけるためにあるものでございますのでですね、病気の治療またはその病気を通していろいろ見てもらうというのは必要なことでございましょうがですね、一通り体を全体的にというような形でもってですね、調べること、これはやはり検診以外ないと思いますし、そこが検診の大事な点だと思います。なるほど、そういうことだったんですね。そうなんです。だから通院中の方もちゃんと受診する必要があるんです。そういえばうちの父が前にバリウム飲むから早めに夕食を済ませなきゃって言ってましたけども、あれも健康診査ですか？ああ、それは胃がんの検診ですね。検診には特定健康診査、いわゆる健康診断を意味する検診と、がん検診などの特定の病気になっていないかを検査する検診があるんです。こちらの検診は病気を見つけるのではなく健康かどうかを調べるものです。それに対して検診は病気を早期に発見し早期に治療することが目的なんです。なるほど、父が受けたのは胃がんの検診だったんですね。はい、対象の方には無料で受診することができるがん検診受診券をお送りしています。届いた方は中身をご確認ください。このうち胃がんと乳がん検診は健康センターで受けられます。肺がん、大腸がん、前立腺がん、肝炎ウイルス、子宮がんの検診は検診のお知らせに記載した市内の医療機関で受診していただきます。肺がんでは X 線撮影、大腸がんは便検査、前立腺がんは血液検査、乳がんは視触診やマンモグラフィー、超音波検査となります。がんの検診って大切なのはわかるんですが、もしがんが見つかったらと思うと私だったら怖くていけないかも。その気持ちはわかります。でも検診でがんが見つかるのが早ければ早いほどいいんですよ。振り返ってみますと、ですね、あの時こうしておけばよかった、こうしておけばよかった、要するに少しでも早く対応してばよかったという方が実はほとんどです。つまりですね、病気の初期っていうんでしょうか、病気になりかけのまだ病気の名前がついてない段階で本当痛くも痒くも何の症状もないんですよね。でそういう段階でいかにこう気づきを、その、ね、病気を進行させないために、気づきを与えるかというのはですね、実は検診しかないわけです。で検診でいかにこう早く見つけてその進行を抑える対応をするかというですね、非常に重要なことではないかと思います。先生のお話にもありましたが、がんが進行した状態で治療を始めるより早い段階で始めた方が体の負担もより軽く、治療にかかる費用もより低くなるんです。でもがんって遺伝するって言うじゃないですか。うちにはがんになった家族や親戚いないんですよね。後藤さん、それ間違ってますよ。なりやすいということはあるかもしれませんけれど、残念ながらがんの場合はそういうふうな遺伝的なものの他にです、環境的なもの、あとはですね、生活習慣のものとかですね、非常にいろいろなものが複雑に関わってがんという病気ができています。ですので遺伝だけではございません。そうか、がん検診は誰でもちゃんと受けに行った方がいいんですね。
そうですよ。特定健康診査もがん検診もちゃんと受けましょう。いくらその段階になっていろいろ気をつけてももう病気の進行自体は止まらないものになっているかもしれません。早い時期に見つけて早い対応をする、このことでもってですね、将来大きな病気にかかることを防いでいく、これが検診の一つの目的です。ぜひお忙しい方もいらっしゃいますがですね、将来ひょっとしたら忙しいのの何倍の時間もですね、病気になることによって取られるかもしれません。初期の対応必要ですのでよろしくお願いします。検診に関するご相談は健康増進課までお問い合わせください。また検診以外にも保健師が禁煙相談など健康相談に応じています。お気軽にご相談ください。続いては食卓はシェフの味。今回は浦安ブライトンホテル東京ベイ京懐石ホタルの中村幸太郎料理長が枝豆の東煮を紹介してくれます。 VTR スタート。本日は枝豆の東煮を作りたいと思います。今日のですね、材料としてはこちら枝豆でございます。まずこちらの枝豆を、塩を入れてですね、少しひげを取りたいと思います。ちょっとだけお水をこの中に入れます。そうすると塩と、お水が混ざり合ってひげが取りやすくなりますので、である程度しましたら、こちらですね、お水で洗っていただいて、きれいに周りの塩を取ってください。そしたらですね、合わせ調味料を作ります。お出汁ですね、醤油、みりん、これももうきんぴらを作るような感じでですね、水分がなくなるまで煮上げていきます。アルコールが軽く飛んでしまってから入れてください。煮詰めていきます。この料理は、強火で一気に煮上げるっていう方法なので、こういったフライパンでやった方がですね、味の含みも早いですし、でみりんが入ってますので水分がなくなってきてですね、今度みりんのとろみが出てきますので、そのとろみを絡めるような感じでちょっとずつ、今泡がこう大きく出てるんですけど、これがだんだん時間が経ってくると細かくなってくるんですね。これの状態ぐらいになった時ぐらいが一番、みりんとお出汁と醤油のちょうどバランスのいい味になりますので、一味を軽く振っていただいて混ぜます。ちょっとした一品としてまたこういったものを使って、食べてみてはいかがでしょうか。次は9月10日に行った中学校体育祭をご覧ください。創立70周年記念大会となった浦安中学校体育祭。今年のスローガンは眉間の我、浦中魂ここにあり。浦安中学校は昭和22年の設立、市内で最も古い中学校です。台風による予定変更や厳しい残暑を乗り越えて練習を行い、この日を迎えました。浦安中学校の体育祭は赤組、白組、青組の3つの組に分かれて競います。競技開始前にお互いの健闘を祈り、エールの交換。全校女子が参加した棒引き。この時ばかりは先輩後輩も関係ありません。棒法とともに棒に駆け寄り、倒れても離すまいと全力で棒を奪い合います。
1年生の団体種目連続長縄跳びは2分間でどれだけ多くの人が跳べるかを競います。連続縄跳びが始まりました。各クラス団結力を発揮して頑張りました。2年生は線上にかける橋に挑戦。これはクラスごとに並んで腰を曲げて橋を作り、その背中の上を一人が走ります。走り役が通り過ぎたら、橋になっている生徒が先回りして橋を伸ばしてゴールまで向かい、タイムを競うものです。午前中の競技を締めくくるのは3年男子による組体操。一つ一つ技を完成させていきます。浦安魂を後輩に伝えたいと全力で演技。最後は見事な五重の塔6基を完成させました。3年女子は集団演技チアダンスです。笑顔とダンスでエールを送りました。騎馬戦には全校男子が参加。プライドをかけ男同士でぶつかり合います。最後は選抜選手による対抗リレー。応援にも力が入ります。選手たちは最後の力を振り絞ってトラックを走り抜きました。一人一人が全力で応援し全力で戦い、これまで受け継いだ浦中魂を生徒全員が発揮した70周年記念体育祭。これからもこの伝統が受け継がれていくことでしょう。吹奏楽部のマーチで始まった美浜中学校体育祭。今年のスローガンは陸力強身、我らの力を見せつけろ。陸力強身とは力を合わせて一致協力して物事に取り組むこと。選手宣誓では仲間との絆を発揮し全力を出して戦うことを宣誓。1年生の団体競技はムカデリレー。クラスごとに男女に分かれて部下手を作り、リレーでつなぎます。まさに陸力強身の競技。一致に、一致にと声を掛け合いながら進みます。なかなか勝負がつかなかったのは、選抜選手による大綱引き。先生の応援にも熱が入ります。まだいける、まだいけるぞ。炎天下の中人気だったのが PTA を中心に地域の皆さんが参加している美浜中園芸部によるミントティーのサービス。観覧に来た皆さんに振る舞われ、乾いた喉を潤しました。
続いては全校生徒が参加した長縄跳び。失敗しても声をかけ励まし合い、少しでも多く跳べるよう記録に挑戦します。昼食を挟み、午後最初に行われたのは応援合戦。応援団は夏休みも練習を行い、本番に臨みました。2年生の団体競技、15人16脚。声をかけ、全員の歩調を合わせてゴールを目指します。途中、結んだ紐が外れても諦めずに走り抜きました。全校女子の団体競技は、みんなでハッスルマッスル、棒引きです。普段は仲間同士であっても、この日ばかりはチームの勝利のためにハッスル。全校男子が参加したのは風林火山騎馬戦です。戦国時代の合戦を思わせる熱い戦いが繰り広げられました。紅白に分かれ、勝利のために一致団結して全校生徒が戦い抜いた第32回美浜中学校体育祭。生徒たちの絆も一層深まったことでしょう。続いて市内の出来事をご覧ください。9月3日にはイトーヨーカ堂で救急フェア。浦安市消防音楽隊の演奏でスタートした救急フェアは、救急の日にちなんで応急手当を市民の皆さんに理解してもらいたいと行ったものです。会場には千葉県のマスコットキャラクターチーバくんと、消防のキャラクターショータが救急の日を PR しました。店内の中央広場では救命講習、人形を使い心肺蘇生法や AED を体験しました。この体験コーナーでは、初めて心肺蘇生法を体験する方にはより分かりやすく説明、一方以前に講習を受けたことがあるという方などにはより専門的な指導をしました。熱心に赤ちゃんの心肺蘇生法の体験をしていたのはお母さん。万一のためにしっかり話を聞いていました。これは自動で胸骨圧迫ができる機械、搬送したりするときでも絶えず心臓マッサージができる機械です。子どもたちには救急隊なりきりコーナー、救急隊の服を着て聴診器を耳に当てて救命体験です。みんな人の命を守る救急隊になりきっていました。今後高齢化が進み、心肺停止の例も増えると考えられています。その時のために、子どもの頃から心肺蘇生法に関心を持ってもらいたいという願いも込められた今年の救急フェア。会場では大人から子どもまで多くの人が体験しました。9月5日にはリオデジャネイロパラリンピック選手村で、参加選手のケアにあたる医療チームの伊佐和俊さんが市長を表敬訪問しました。伊佐さんは浦安市内でカイロプラクティス委員を開業しており、国際スポーツカイロプラクティス連盟アジア代表も務めています。今回はリオデジャネイロパラリンピック組織委員会から依頼を受けて、日本選手だけでなく各国の選手のケアを行っています。スポーツ医学最先端を行くアメリカで4つの資格を取った伊佐さんは、パラリンピック選手に貢献できることを光栄に思い頑張ってきますと話しました。同じ5日には
中学校総合体育大会全国大会の女子柔道52キロ級で優勝した堀江中学校3年生の藤代心選手がその報告のために市長を訪問しました。藤代選手は8月に新潟県上越市で行われた全国中学校柔道大会に出場。地区大会を勝ち抜いた48人が出場するトーナメント戦で見事頂点に上り詰めました。全国の強豪を相手に戦った藤代選手は小学校1年生から本格的に柔道を始めたそうです。現在は学校の部活と道場に通い練習に励んでいる藤代選手。今後の目標について立ち技を強化し4年後の東京五輪に出場できる選手になりたいと話しました。市長もぜひ東京五輪を目指して頑張ってくださいとエールを送りました。9月11日には総合体育館で秋季市民バドミントンダブルス大会、およそ200人の選手が参加しました。競技は男子女子ともに初級者から上級者までのダブルスと小学生のシングルス、メインアリーナを10のコートに分けて試合です。バドミントンといえばリオデジャネイロ五輪で女子ダブルスが金メダル、女子シングルスで銅メダルと日本のメダルラッシュに一役買った競技。その興奮も冷めやらぬ時期での大会となりました。小学生のシングルスは初心者、初級、中級、上級の部で行われました。バドミントンの特徴は全ての球技の中で初速が最も速いこと。これはギネスブックにも認定されており、スマッシュの初速はなんと最速で時速500キロ近くに達するそうです。また打球が相手のコートに届くまでに空気抵抗を受けて急激に速度が遅くなるため、最初と最後のスピードの差が大きいことも他の球技にはない特徴です。またレクリエーションとしてのバドミントンは年齢性別を問わず誰もがみんなで楽しめるのも特徴の一つ。競技としての奥深さと簡単にできる両面を持つスポーツです。楽しさや勝つ喜びなどを表現し、バドミントン人口が増えてくれればという願いも込められたこの大会。参加した選手は勝敗もさることながらスポーツで気持ちのいい汗をかいていました。いかがでしたか。今回のこちら浦安情報局こちうら、次回は浦安フェスティバル2016、敬老会などご覧のラインナップでお送りします。最後にお知らせです。以前紹介したディズニーセレブレーションホテルウィッシュの隣にディスカバーが9月10日オープンしました。その名の通り冒険をテーマにしたこのホテル、館内には冒険をテーマにした装飾が至る所に施されています。またディスカバーにしかない客室として、大人が最大5人まで泊まれるディスカバークインテッドルームがあり、レギュラーベッドとデイベッドに加え2段ベッドが設置されています。今回東京ディズニーセレブレーションホテルディスカバーの開業記念として、こちらをご覧の皆さんにタオルセットを抽選で2人の方にプレゼントいたします。ご希望の方は番組の感想を添えてメールまたはファックスでご応募ください。さあ今回もいろいろとお伝えしてきましたが、後藤さんいかがでしたか。そうですね、健康で美味しいものがたくさん食べれるように検診を受けてちゃんと運動しようと思いました。いいですね、スポーツの秋ですからね、私も何か運動しようと思います。それでは次回もお楽しみに。